はい、皆さんこんにちは。秀急行です。ただいまね、大阪スカイビルの空中庭園展望台の方に来ております。見てください。今北の方を見てるんですけども、こちら阪急電車の新淀川橋梁が見えております。今日はね、こちら空中庭園から梅田の空中散歩ということで、変わりゆくね、この梅田、その2022年年末の現状を記録に残したいと思います。今回も最後までよろしくお願いいたします。どこや、ここや。皆様こんにちは、秀急行でございます。今回の動画は大阪梅田スカイビルの空中庭園展望台から電車ウォッチングでございます。今回もね、最後までよろしくお願いいたします。まずは阪急電車から見ていきましょう。梅田スカイビルから北を眺めますと、まずは手前に阪急新淀川橋梁が見えます。神戸線、宝塚線、京都線の6本の線路が並ぶ日本屈指の三北線区間でございます。はい、こちら北の方角を見ております。ただいま走ってきておりますのは阪急京都線の電車でございます。阪急電車はこの梅田を目前にして東へと進路を取り、この梅田スカイビルを囲う、逃げるかのように大阪駅、大阪梅田駅へと入ります。ここが中津駅です。京都線の線路にはホームがございません。梅田貨物線の橋梁を渡ってぐるりと回って、こちら側阪急大阪梅田駅の方に入ってまいります。またまたね、京都線の1300系がやってまいりましたので、これを追っかけながら今度は北へと眺めてみましょう。まもなく淀川、新淀川を渡ります。この区間はね、京都線、宝塚線、神戸線とね、3線が並ぶ日本屈指の鉄道路線でございます。ご覧いただいておりますように、今電車が走っております京都線は神戸宝塚線に比べて一段高いところを走っております。またね、京都線だけにトラス橋がありませんね。これはこの区間の開業の歴史によるもので、神戸線、宝塚線は1926年大正15年に複々線となりましたが、京都線の橋梁は1959年昭和34年の完成で、それまで京都線の電車は宝塚線に乗り入れて梅田まで運転されておりました。この開業の差が中津駅に京都線のホームがない理由とつながっております。この京都線の線路は戸籍上宝塚線の専属区間となっておりまして、京都線の起点は現在でも重曹駅となっております。列車は間もなくその重曹駅に到着いたします。重曹駅は扇形のような形をしております。新淀川橋梁から北西方向に重曹駅へと入り、神戸線は直線で、宝塚線は少しカーブをして北へと進路を取るのに対しまして、京都線は大きく右へカーブしながら東へと進路を取ります。地図を見ますとね、遠回りしているのがよくわかりますよね。こちらね、遠くに JR 京都線の東淀川駅が見えております。このね、下ぐらいに新大阪駅があるんですがね、ビルやマンションなどで新大阪駅を見ることができませんが、次は新幹線を見ていきましょう。山陽新幹線は新大阪駅を出発いたしますと、まっすぐにね、西へと向かいます。新大阪から九州の博多を結びます JR 西日本さんの泥箱路線、山陽新幹線は1972年昭和47年に岡山開業、1975年昭和50年には博多まで全通しました。光は西へからね、今年で50年を迎えることになります。新幹線の線路の下には北方貨物線が並行して走っておりまして、
名門宮原の車庫も設置されております。新幹線って早いですよね。まだ最高速まで出しておりませんが、この先まもなく右へ大きく曲がる舞台になります。塚本と天ヶ崎が鹿島付近のカーブへと差し掛かります。結構意外とあるんやな。ここですね。ここが鹿島のカーブになります。山陽新幹線は鹿島付近で90度大きく右へカーブし、北へと進路を取ります。天ヶ崎西宮付近の市街地を避けるように伊丹付近まで北上、やがて六甲トンネルを抜けて新神戸へと参ります。それではね、今度は西側を見ていきましょう。この橋梁は JR 神戸線の線路で、下淀川橋梁です。後ほど出てきますが、JR 京都線の上淀川橋梁に対しまして、下流にありますんでね、下淀川橋梁と呼ばれております。横には阪神高速11号池田線が並走してます。バスなんかでね、ここを通りますとワクワクする区間でもあります。この淀川を渡りますと塚本です。昔テレビ番組パペポテレビの塚本7キロという話がありまして、上岡龍太郎さんと笑福亭鶴瓶さんが面白おかしく話されていました。まあ、内容まではね割愛しますが、検索すれば出てくるんではないでしょうかね。その話題となった塚本のカーブがあります。そして JR 神戸線の普通電車は塚本駅へと到着いたします。そしてさらにカメラを振りますと先ほどの鹿島へとつながります。その区間で新幹線が来ましたね。今度は新大阪へ向かう水穂か桜か分かりませんが、お客様はね、そろそろお降りの支度を始められているのではないでしょうか ね。まもなく新大阪駅へと入線いたします。そして JR 神戸線はここで北方貨物線からの線路と交わります。東京方面から九州方面への貨物列車などはこの線路を通り大阪駅をショートカットいたします。次は南側、大阪駅を俯瞰で見ていきます。有名な高速道路が中を走るビルが見えております。そして左側には西村のホテル群、手前には221系電車が走っているのが見えます。足元の埋め桁地域が見たかったんで、1階降りて展望ロビーへとやってまいりました。屋上ですと安全上柵がかなりね手前にありますので、足元が見えないんですよね。なのでこの展望ロビーからの撮影となります。こちらが大阪駅です。大阪ステーションシティと、ね、名付けられた巨大商業施設になります。そしてその手前で工事されている場所が大阪新駅梅北口になります。この線路が現在の梅田貨物線になります。この先福島の、ね、下を通りまして西九条で桜島線と大阪環状線とに合流いたします。そして現在建設中の地下線はこの建設中のビルの向こう側、大阪駅に近いところを通りまして新大阪へと抜ける計画になっておりまして、この辺で、現在地下でね、大阪新駅梅北口のホームが建設中でございます。そしてその奥が現在の JR 京都線、神戸線、大阪環状線等々の大阪駅になっております。
います。それではね、今度は梅田貨物線を線路伝いにね、新大阪方面へと見てまいりましょう。ただいまね、ちょうど289系黒潮号がやってまいりました。この電車は新大阪までまいります。そして、今171号線と阪急の三福線の下をくぐっております。ちょうどね、この辺りから地下へ潜るんではないかなと。この横で工事をされてますんでね、ちょっとこの辺りから地下へ入るんではないかなと思っております。で、そう思って見てますと、この先にちょうど地下へ降りていくようなね、坂道らしきものが見えておりますんで、この辺から地下へ入っていくものと思われます。そして列車は新大阪へ向けて走行中であります。はい、ここで、JR 京都線の線路と合流しまして、新大阪へ向かって走っております。特急黒潮号でございます。この区間は東海道本線、JR 京都線の線路が4本と、この梅田貨物線の複線が2本、合計6本の線路がこの大河、大阪、淀川を渡っております。引いていきますとね、こんな感じになっております。随分ね、日が傾いて、もう撮影がそろそろ限界かなと思っております。そして淀川を渡るもう一つの路線、大阪メトロ御堂筋線です。ただいまね、北大阪急行電鉄の急線型ポールスター2がたくさんのお客様を乗せて千里方面へと走っております。大阪メトロ御堂筋線は大阪府吹田市の江坂駅まで、その先は北大阪急行電鉄が千里中央駅へと引き継ぎます。そして来年度には大阪府箕面市の箕面茅野駅まで延伸予定でございます。この横にはね、新御堂の道路が通ってまして、まだちょっとね、車の量は比較的少ないですが、これからどんどんと混んでいくものと思われます。大阪から千里方面へ向かう幹線の道路になります。もうね、随分明るさの方が限界となってまいりましたので、この動画この辺でエンディングとさせていただきます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ひできゅうグループでは、ひできゅう行ブログやツイッター、インスタグラム、TikTok、またひできゅうショップも営業いたしております。どうぞこの後もひできゅうグループでお楽しみください。ありがとうございました。